ヤフーオークション出品中の XJR400 外観左側の確認動画です。今回の車両ですが、盗難防止アラーム付きとなります。このように、振動で、すぐにアラームになります。続いて、前回りから確認していきたいと思います。フロントフォーク、特にひどい錆等も出ておらず、気になるオイル漏れ等も出ておりません。アウターチューブも特にひどい外傷なく、綺麗です。ローター周り、キャリパー周りなど、多少使用感のあるものの、特に気になるひどい歪みなどもなく、またブレーキ動作等も問題ありません。フロントホイール、この辺りに少し、小傷、小さな擦り傷のようなものあります。フロントタイヤは、溝かなり減っておりますので、そろそろ交換時期かと思われます。フロントウインカーは、ヨーロピアンウインカー仕様。ヘッドライト、特に割れ等はないものの、色褪せや若干使用感あります。メーター周り、特にひどい割れ等もありません。走行距離は64,761km。外装カラーリングは、黒色です。フロントフェンダー、特に大きな割れ等なし、若干小傷等はあります。外装タンク周りですが、特に気になるようなへこみ等は出ておりません。目立ったエクボ等もありません。ですが、この辺り、このラインのこの辺り、少し塗装浮きがあります。サイドカバー、割れ等なし。テールカラーには、現在、とても人気のある、CBX テール対応延長羽テールを使用しております。シートはブラックレザー、こちらは新品のタックロールシート到着しております。とても綺麗です。ステップフロント側、こちらバックステップ仕様となります。少し、ステップ、内に入っております。サスペンションは、新品のサスペンションを使用。こちらはもちろん新品のためオイル漏れ等もありません。ギアホイール、小傷等はあるものの、小さな色のハゲや小傷等はあるものの、大きなガリ傷、曲がり歪みありません。またギアタイヤ、こちらは水残りあります。まだ十分に故障できるタイヤかと思われます。外観は、全体的に、黒で、統一されており、まとまったカラーリングの、車両となっております。またひどい大きな損傷等はありませんが、各種、少し錆や小傷などあります。また盗難防止アラーム付きの車両なので、外出先などで、役に立つ車両かと思われます。以上、エンジンの手動確認動画でした。